皆さんこんにちは。2015年入社の中堅アナウンサーである小沢陽子アナ。大学時代にはミス慶応コンテスト2012でグランプリに輝いた経歴を持ち、その美形のルックスがネット上で可愛いと評判です。また過去に脱力タイムズで倒れたことがあるそうです。今回はそんな小沢アナの結婚や番組で倒れたことについて調査しました。まずは簡単なプロフィールからご紹介させていただきます。名前小沢陽子、出身地神奈川県横浜市、生年月日1991年7月29日、身長167センチメートル、血液型 B 型、最終学歴慶応義塾大学環境情報学部、勤務局フジテレビジョン、部署編成制作局アナウンス室、活動期間2015年横浜市立東高校を経て慶応義塾大学環境情報学部環境情報学科を卒業後、2015年4月1日にアナウンサーとしてフジテレビに入社した小沢アナ。大学3年の2012年11月25日には慶応義塾大学の学園祭である三田祭で開催されたミス慶応コンテスト2012でグランプリに輝いています。その後2013年5月からは半年間シンガポールでインターンシップをするために留学されました。その一方ではアナウンサーを目指し、無料アナウンス塾の慶蔵塾26期生、テレビ朝日のアナウンススクールテレビ朝日アスクでアナウンス技術を学んでいます。フジテレビ入社後には7月12日の CS プロ野球ニュース2015でアナウンサーとしてデビューした小沢アナ。9月28日からは早朝の情報番組目覚ましテレビアクア同期の宮地真奈美アナと日替わりでお天気コーナーを担当しています。そして2016年1月10日からは競馬情報番組みんなの競馬の MC を担当しています。2年目の2016年4月からは週末は馬でしょのアシスタント、目覚ましテレビアクアの金曜日スポーツキャスター。4月15日からはバラエティ番組全力脱力タイムズなどの番組を担当しています。2017年3月31日から2018年3月28日まではプロ野球ニュースの金曜日 MC、 後に木曜日 MC を担当しています。2018年10月から2019年3月29日まではプライムニュースイブニングのフィールドキャスターを担当しています。そして2019年1月からは競馬バラエティ番組ウマズキングダム BS 富士 BS スーパー競馬を担当しています。その後2019年4月4日からは新番組ライブニュースイットの木曜日フィールドキャスター。同月7日から2020年3月までは日曜報道ザプライムのスポーツキャスターを担当しています。また同年10月5日より深夜音楽番組チューンの MC を担当しています。2022年4月9日からは BS 富士週刊プライムオンライン S のメインキャスターを担当しています。同年10月からはライブニュースイットの金曜日コーナーを担当しています。バラエティ番組水曜日のダウンタウンの2021年7月21日の放送では芸人が今までで一番すごいと思ったコメント調査を実施しました。その中でバイキング小峠英二さんが明かしたクリームシチュー有田哲平さんの小沢アナに対するある一言と行動がネットで話題となりました。今回の調査では様々な芸人が今まで忘れられなかった一言やその場の空気を変えた一言などを明かしていきました。辛辣な場面であえてツッコミを入れて笑いを取った芸人や言葉にせずとも笑いを誘った芸人などのさまざまなシーンが紹介される中、小峠さんは全力脱力タイムズに出演していた有田さんの一言を紹介しました。全力脱力タイムズは報道番組の体を取った
コント仕様の内容となっており、その日ゲストとして番組に出演していた小峠さんは、さまざまなボケが飛び交う中、唯一のツッコミ役として奮闘していました。そんな小峠さんが出演した回は、相方の西村瑞希さんがその日の台本を手掛けたという設定付き。そのためはちゃめちゃな内容になっていたそうですが、途中で有田さんの隣にいた小沢アナが急にしゃがみ込んでしまったのだといいます。突然のことにスタジオは騒然としてしまったそうなのですが、ここで有田さんがすかさず、あ、これもちょっと西村さんの台本ですねと一言。小沢アナがスタッフに連れられてスタジオからはけた後も、ここで小沢さんが倒れて、小沢さんを連れ出すっていう台本ですねと、一連の動作は全て台本通りだと明かしたそうなのです。台本を見ながらさも全て読み上げているような有田さん。そんな有田さんを見た小峠さんは思わず、有田さん、そんな本番中台本丸々読まない方がいいですよ、あんたプロでしょうが、とツッコミを入れたそうです。しかし実はこの時、小沢アナは本当に体調が良くなかったらしく、それにいち早く気づいていた有田さんは機転を利かせてわざとそんな行動をとっていたのです。収録を止めることもなく、すべてアドリブでうまく笑いに変えた有田さんの対応力に、俺あれはちょっとしびれましたねと感激する小峠さん。さらに有田さんはその日の収録後に真実を明かすこともなく、後日小峠さんにさらっと本当のことを告げたのだといいます。その日の放送を見ていた視聴者も、今の話で初めて真実を知ったのではないかと語る小峠さんは、いやなんかクールだよなと思って、かっこいいっすよねと有田さんの行動を絶賛しました。また有田さんがわざと台本をそのまま読んでいるかのような仕草をした時に、あんたプロでしょうがと突っ込んだ小峠さんでしたが、最後はプロなんすよねと改めて有田さんの対応力の高さを称えていました。番組終了後無事に復活し、現在テレビで大活躍中の小沢アナ、2022年11月11日には全力脱力タイムズで結婚したことを報告しています。番組終盤に司会の有田さんがサバンナ高橋茂雄さんに、小沢アナの変わったところが3つありますとクイズを出題すると、高橋さんは座席の座り位置、洋服の色までは答えられましたが、3つ目の答えは苦戦しました。ピアスですか、髪の分け目が逆などと答えるも不正解。すると有田さんは、正解はこの間小沢アナウンサーは結婚したので名字が変わりましたと発表しています。高橋さんが、ええ今発表と驚きの声を上げていると、有田さんは、結婚は事実なんですよねと小沢アナに確認しました。小沢アナは、そうですね、事実ですね、結婚いたしましたと答え、そのまま番組が終了しています。また同局によると、お相手は20代の会社経営者の男性であり、10月22日に都内の区役所に2人で婚姻届を提出したそうです。今後も仕事は続けるということです。また放送終了後には自身のインスタグラムで、名字は変わりましたが今後も仕事は小沢陽子のまま一層頑張りますので、変わらずよろしくお願いいたします、夜も遅いのでまたゆっくりご報告させてください、ひとまず事実というご報告でしたと、番組でのやり取りが事実であることを報告しています。同月13日には自身のインスタグラムで改めて結婚を報告し、夫について、相手は私以上に前向きで、いつも新しい気づきや刺激、素敵な考え方をくれて、困った人がいると誰よりも早く助けたくなっちゃう優しい人ですと紹介しました。また飾り気がなく、リュック背負って歩きながら、明るい未来に向けて社会を良くするんだ目をキラキラ輝かせながら語る、心配になるほど純朴な姿に惹かれましたと惹かれた理由を説明しています。その後2023年2月9日にはニュースポストセブンが、夫は人材系のベンチャー企業である株式会社 POL の代表取締役、
加茂道明氏であると報じています。加茂氏は日本最難関と言われる灘中高から東京大学に入学し、2年生で起業されたそうです。現在も休学中のため現役東大生社長ということです。小沢陽子アナには元彼とのツーショット写真などは今のところないようです。2018年10月には自身のインスタグラムにアップした高田亜希さんとのツーショット写真で、左手中指と薬指に指輪をはめており、ファンの間で話題になったことがあります。その後2020年10月1日発売の週刊文春が、一木下の後輩アナである堤礼美アナと横浜 DeNA ベイスターズ上里和樹選手をめぐり関係がギクシャクしていると報じています。文春によると、上里選手は堤アナと交際するかなり前に小沢アナと交際していたと伝え、フジテレビ関係者なる人物の証言によると交際期間は1ヶ月ほどで、プレーボーイの上里選手から小沢アナが離れていったといいます。そして報道時に小沢アナは周囲に過去を口止めするなど気を使っていたといいますが、結局堤アナに知れ渡ることとなり、堤アナは本人に直接確認したそうです。しかし上里選手はこの件を否定したため、小沢アナに対して付き合ってもいなかったのに変な噂を流されているとなり、二人の関係が悪くなったと伝えています。ちなみに大学時代のアンケートによると、好きな男性のタイプはツンデレ、周りの人も大切にしてくれる人、尊敬できる人、肉食、スポーツする人、笑顔の可愛い人と答えています。また腕の血管、後ろ姿、声フェチであると明かし、憧れの人物はジョニー・デップだといいます。今後も小沢陽子アナの活躍やプライベートの動向からも目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。